では始めていきますよ。ありがとうございます。よいしょ。久しぶりに手がやっぱりなぁ。今日はこっちは何か用事を作ってこられたんですか？そうですね、仕事を絡めてきてますね。なるほど。明日仕事あるんですけどね。ただ本当早めに来て、はい、あれ、みそさんのとこ行こうかなと思ってたんですけどね、はい、なんかちょっと。痛いね。いいです。でも初回は痛かったよ、本当に。ね、だんだんでも痛さ変わってきてるでしょ。うん、痛みは取れますね、本当にね。ただね、やっぱりふくらはぎはやっぱり僕も年がら年中、はい、来るんで、そうですね、初回はとか最初は激痛なんですけど、今も全然でしょ、ええ、続けて会いたくないよって言うんだけど、ね、うん、まあ多分そうですね、耐えきれないでしょうね、普通の人はね。本当にね、うん、いや耐えれる人だけでいいんですよ、うん、普通にこうやって会でも会話がね、はい、こうやってできるようになってますから、うん、そうですね、前回だけ良かったですけど、はい、初回はもうダメでしたね、叫びまくってましたから、ね、うん、叫びを見るのが楽しいんだ。限界までためでここに来るってことね、うん、みんな大体そんな感じですよ、はい、で慣れてきて、うん、例えば自分の体が、うん、こういうもんなんだっていうのが分かってきたら、あ、そうか、はいはいはい、でそれに加えて例えば、うん、まあ、ズボンの下に、うん、ヒートテックとか、はい、極暖とか履くよとか、はい、それでやっぱり足を温めてあげて調子よかったらもう来られない方ってたくさんいますからね、うん、あ、なるほどね、でしんどくなった時だけ、うん、先生みたいな、はいはい、1年に1、2回とか、うん、ちょっとメンテしてくれって感じですよね。そうね、3ヶ月に1回あれは、うん、まあ、それでやっといたら体が楽だよっていうけど、うん、それでもう 3ヶ月続けても楽だったらもう、はいはい、いいことですからね。そうですよね、そうですよね、まあ本当目安ですね。目安です、ですね、目安です、そうですよね。最初もその辺りやるとこれ耐えられないんじゃないかと思うんですけど、そう、だけどちょっとやってもらうと取れるんですよね。そこが不思議、不思議っすよね。そしてね、癖になるというかね、楽になるからね。そうですね。いやでも痛えよこれ、やっぱり。これは左側の方張ってるんですかね。左の方が張ってますね。あ、やっぱりね、骨折してる方だもんな。マサさんはだいぶ上達したんですか。はい、あ、結構いい感じで、お客さんもぼちぼちついてきて。あ、そうですか、はいはい、いい感じですよ。指も最初の頃から比べてだいぶ太くなってきましたね。あ、本当です、はい。皆さん、皆さんに怒られちゃいますから。ああ、そっかそっか、そんなシビアなんだ、やっぱりね。ね、じゃないと皆さん来ないでしょ。はいはいはい、ほんとわずかな差ですよね。そう、ちょっとした角度とか、角度とか、
に、あれ相当あれですよね、中内部ですよね、これ。はいはい。ねえ。これね。これ普通じゃ押せないよね、これ。押せますよ。押せますか。まあ、普通だったらこれぐらいかな。うん。そこまで、あのね、芯も取られないもんね。遠いけど文句言いながらも来るわけね。うん、そうなんですよ。いいですよ。え、何ですか？予約サイト、予約割引がなくなりました。昨日から。え、そうなんですか？はい。え、それはあのあもうしなくなったんですか？はい。水野さんが。はい、ああ、そうですか。ウィーパーク側からあの、この予約サイトからしかできないよっていう方向にも変えましたから。ああ、そうなんですか。はい、ラッキーだよ。そうですね。ついてますね。ラッキー。あれ確かね、3000円までついてたんですよ。そうそうそう。うん、もうさせない。と言ってあれですもんね、はい、そういうところに電話して、でもあのネット予約ちゃんとできるようにしてますよ。うんうん、それが楽ですよね、はい、きっと。もうそれはそれでやってる方が楽ですね。はいはい、そうですよね。それに労力されちゃいますもんね。電話予約減りましたからね。ああ、やっぱりそうですか。はい。毎日時間見つけてね、そうです、そうです。そこにもう入れちゃったから。